ちます。あ、潜っちゃった。惜しい。いやでも安全だね。悔しい。惜しい。悔しいね。上げてるので9番で打ちます。落ちてないかもね。あ、落ちてきました。落ちてきた。落ちてきた。助かった。私はアプローチで打ちます。60ヤードアプローチです、うまい。あ、惜しい。手前だ。手前だ。手前です。あ、そっちに反射。ナイスアプローチです。ありがとうございます。ボギーです。残念。残念。今回2人リンゴルフに出てくれたじゃないですか。もともとリンゴルフと見てたんですか。見てました。そうなんだ。なんかよく見てた回とか、なんかこういうの良かったみたいなのあるんですか。一番覚えてるのは、リサちゃんさんが、リサちゃんさんがなんか夏のラウンドで、久々ガチで回ってみたみたいな感覚があって、見たと思う。それがすごい印象的で、すごい好きだった。そうなんです。じゃあリサさんが好き。はい、めっちゃ好き。そうか。スイングがすごい強いので、確かに。そっか。で、それで結構リンゴルフを見てくれてたんです。そうです。みなみちゃんも見てたんですか。ゴルフ始めたばっかりの時から見てて、で、ココロちゃんがいる時から見てて、で、なんかゴルフがもうちょっと上手くなったら、リンゴルフに出るのが夢なんだってずっと言ってて。本当に？そう、2年前始めた時に絶対にゴルフ始めたらリンゴルフに出るんだっていう、ずっと言ってて。すごい。何の根拠もないけど。そうだね。それで出れるってなってめちゃめちゃ嬉しくて、ゆっこちゃんとかも大好き。確かにめちゃくちゃスタイルですね。スタイルで飛ぶよね。そう、なのにあんなにいいスコアが出るなんて。どうしたら。確かに。私ゆっこちゃんに前どうやってスコアアップしたんですかって聞いたことがあって、めちゃくちゃ練習してたみたい。やっぱり毎日打ちっぱなし行って毎日。すごい。やっぱりそれぐらい上、なんか短期間で上手になるにはそれぐらいやるんだなと思って。そうですよね。ね、すごい。私もね、なんか染みた。胸が痛くなった。でもそんな夢の出演ごめんね、私と。全然もう嬉しいです。もうとっても嬉しい。下手っぴの頑張り中で。そうなんです。なんか嬉しいですね。そうやって上達企画でもこうやって来てくれて。なんか他に YouTube ゴルフチャンネルって見たりするんですか。ブームゴルフと、あとナミチャンネルも。
私も見る。あ、本当ですか。波ゴルフ。あ、波ゴルフ。波ゴルフ。波ゴルフ。え、なんか見る？私もその2つと、うん、あとは結構男性のやつも見て、うんうん、あのマイゴルフさんとか、あ、うんうんうん、あとショータイムゴルフさんも見てます。うんうん、やっぱり見るのは結構みんな被るね。被りますね。確かに。でも意外とリンゴルフ女性の視聴者さんはそんなに多くないんですよね。そうなんですか。私も女の子のチャンネルだと思ってて、うん、それがびっくりだった、なんか私も結構参考にしてて、ウェアとか、あ、そうです、そうそう、で、女性が そんな上手に回るってどうやってなんか秘訣があるのかなと思って、うんうんうん、結構ラウンド動画参考にしてたから、うん、意外とそう女性の視聴者さん少ないんだなと思って、そうなんだ、そう、でもこんなおしゃれな2人が出てくれたから、なんか参考、逆にまた参考になる人たちもいるんだと思う。ゴルフ人口が増えてったらいい。いや、本当ですね。なんだかほっこりタイムでした。ほっこりタイムでした。はい。行きますか。はい。14番ホールでパー4、280ヤード。行きます。木に当たらないように。ショー、でもカートで跳ねた感じはしなかったね。ですね。見てみます。あ、いい振り抜きでした。すごいティーが、ありがとうございます。ナイス、ナイス、いいね、気持ちよかったね。ナイスショット、はい、ナイス。みんなどっちかっていうと天井なのかな。フェードでもドローでもなくてスライスしちゃうので。そうか、ドローにするために頑張って。ねえ、ドローにしたいよね。やっぱ夢のドローだよ。夢のドローです。私も夢のドローなのよ。なかなかそうアウトサイドインが直らない。ねえ、私もなの。タイムで出します。はい、こちらに。OK です。アツです。ありがとうございます。120ヤードで6番で打ちます。やばい、あー、やっちゃった、右行っちゃった。 あっち側行っちゃったかな。なんかキックしました。またキックした。13ヤード、8番です。ちょっと手前でした。アプローチでいきます。勢い乗らない。ありがとうございます。でかい、ナイスです。すごい傾斜だね。どうな、打てるかな。あ、よかったか。転がれ、転がんなかった。惜しい。
くいきませんね。ちょっとずつ慣れてる感じはするけどね。でもこれ47はきついですね。あ、バンカーですね。一緒です。8ヤード、8番です。右でしたね。うん、右。うん、あ、またヒールに当たった。何？嫌がらせ？え？本当すいません。9番で打ちます。うん。そんです。やったー。アプローチします。チャンス出ませんよね。ナイスです。なんか出ないようにって打つと捕まりすぎちゃう、うん、難しい。もうでもあれで OK にしといた方がいいよ。もうあれ以上やんない方がいいですね。アプローチで打ちます。ありがとうございます。よし、やっとうまく打てました。落ちたところすごいカップに近かった。いい感じです。入る。惜しい。いいよ。でも切れるね。すごい。欲しい。さっきゴルフ YouTube の話してたけど、 YouTube 自体も見る？
見ます。何見るよく。私は美容系のやつとか、あとなんかモデルさんのブランド縛りの1週間コーディネートとか、あとお家でできる筋トレ動画とか見ます。何あるの？はい。美容系か。美容系なんか紹介するの？なんかどういう風にやるの？あ、そうで、なんかコスメがどういう使い心地かとか、どういう発色かとか。レビューみたいな。あ、そうですそうです。それを見ます。あ、そうなんだ。はい。なんか好きなその人とかいるの？あと NMB48 も吉田あかりちゃんの見ますね。美容系あるんだ。あ、そうです。美容系で。へー。なんか勉強になるね。なりますね。私は本当に最近自粛なので、うんうん、なんか癒しが欲しいと思って、うん、トイプードルの YouTube 見てます。かわいい。ワンちゃんがすごい好きで、今のそうなんだ、モフモフ系。そうなんです。灰色のトイプードルで。何色？灰色。灰色。グレー。グレーです。なんかグリーチャンネルっていう。このグリーグリーグリーチャンネル。そうなんです。すごい可愛くて、すぐ調べられるのがいいところ。あ、かわいい。そうなんですよ。なんかすごい飼い主がかっこいいね。なんか独身か俳優さんやってたらしくて。そうなんだ。ケニさんもかっこよくて。かわいい。私もモフモフ系たまに見る。見ます、うん、うさぎとかアヒルとか。あ、アヒルあるんですか？アヒルある。あとカワウソちゃんとか。あ、かわいい。そう、超かわいい。ペット系かわいいですよね。かわいい。癒されますよね。わ、うん、かります。私やっぱ看護系だから看護師チャンネル多いかも。なんかどういうのが今ニーズあるかなとか。お勉強してる YouTube でも。あとなんかニューヨークに住んでる日本人のハルキさんっていう人のなんか YouTube、 なんか英語も勉強になるし。ああ、確かに。そう、なんかそういう生活のやつずっと見ちゃう。YouTube、エンドレス。なるほど。グリーチャンネルと美容を見てみるじゃん。ぜひ。やばい。